必ず横丁の角にある郵便局へ飛び込んでゆくのだった。仲間はそんな彼を見てみんな貯金が趣味のしみったれたやつだと飲んだ勢いで嘲笑っても言うちゃんがニコニコ笑うばかり。僕だけが知っているのだ彼はここへ来る前にたった一度だけ悲しい過ちを犯してしまったのだ。配達帰りの雨の夜横断歩道の人影に ブレーキが間に合わなかった彼はその日とても疲れてた。人殺しあんたを許さないと彼を罵した。被害者の奥さんの涙の足元で彼はひたすら大声で泣きながらただ頭を床にこすりつけるだけだった。それから彼は人が変わった。何もかも忘れて働いて働いて生きれるはずもないがせめてもと毎月あの人に仕送りをしている。今日ゆうちゃんが僕の部屋へ泣きながら走り込んできた。しゃくり上げながら彼はいつの手紙を抱き閉めていた。それは事件から数えてようやく7年目に初めて あの奥さんから初めて彼宛てに届いた頼り。ありがとう、あなたの優しい気持ちはとてもよくわかりました。だからどうぞ送金はやめてください。あなたの森を見るたびに主人を思い出して辛いのです。あなたの気持ちはわかるけどそれよりどうかもあなたご自身の人生を元に戻してあげてほしい。手紙の中身はどうでもよかった。それよりも償いきれるはずもないあの人から返事が来たのがありがたくて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 神様って思わず僕は叫んでいた。彼は許されたと思っていいのですか。来月も郵便局へ通うはずの優しい人を許してくれてありがとう。人間って悲しいね。だってみんな優しい。それが傷つけ合ってかばい合ってなんだかもらい泣きの涙が止まらなくて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 